最近の日本では、相次ぐ火山噴火で災害が度重なり、多くの方が生活に影響を与えられている。このままだと、大震災の影響はいろいろと思ってしまうが、科学的には証拠なしで、歴史的には静穏期だとか。しかし、日本列島で火山の噴火が相次いでいる中、中国メディアは信じられない報道をしていた。では、どうぞ。火山の大噴火で日本が全滅するかもしれないだって。海外、日本が滅んだら困る、だって日本がなくなったらアニメは誰が作るのさ。中国メディア新域時報は10月27日、9月に日本の御嶽山が噴火して多くの死者を出したことについて、今後100年以内に日本で大規模な火山噴火が発生し、日本人がほぼ全滅する可能性があると、A メディア、デイリーメールの10月25日付報道を伝えた。記事は、神戸大学の専門家が、日本の火山噴火モデルを分析、過去12万年に7回発生した九州の大規模な火山噴火が再び起きれば、700万人が火山灰に渦漏れるほか、毒を含んだ大量の火山灰が、本州を覆うことになり、1億2700万人の住民を救助することは不可能になるとの予測を示したと伝えた。また、このような大噴火が発生する可能性は、今後100年間で 1% 前後であると紹介。専門家が、確率は低いが、軽視してはいけない。1995年の阪神・淡路大震災は、30年以内に 1% という確率で発生したと警告したとした。記事は、さらに、この予測はいつ巨大火山が噴火してもおかしくないというこの国の危機を予言するものであるとの専門家のコメントも合わせて伝えた。日本で100年以内に大規模な火山噴火で日本人が全滅する可能性と英視中国メディア。http://newsearchina.net ID1548038。 このニュースは海外でも紹介されてましたので、その反応を集めてみました。海外の反応。日本が全滅すればクジラやイルカたちは救われることになる。オーマイガ。日本人が絶滅したらアニメが見れなくなっちゃうじゃないか。それだけは何としても阻止しなくてはダメだ。マジかよ。やばいじゃん日本。これは、クジラやイルカにとっては朗報じゃないか。アメリカも、イエローストーンというモンスター級の火山が噴火して全滅する可能性あるんだよな。でも、日本が全滅するような大噴火が起きる確率は相当低いんでしょ？それを言ったら、東日本大震災や福島原発があんな風になったのだって想定外の低確率だったわけだからな。これって別に日本人が絶滅するわけじゃないんだろ。ただ日本中に影響して経済が混乱に陥って壊滅的な打撃を受けるって意味じゃなくて、火山はマジで恐ろしいぞ。最悪の場合、世界滅亡の可能性だってありえるんだから。イエローストーンが大昔の規模で大噴火した場合は、アメリカ全土が火山灰で覆われて、さらにヨーロッパにも火山灰が大量に積もるくらいの大変な事態になる。最悪の場合、氷河期のようになって人類に壊滅的な被害が及ぶよ。中東にこそ火山がたくさんなればよかったのにって思うよ。日本はとても文明的な国で、女の子だって最高に可愛いんだからさ。日本のこの火山をパキスタンあたりに移動することはできないの？日本は環太平洋火山帯にあり、プレートの境目にある国だからな。日本は火山によって誕生した国とも言える。だから、最終的に火山の噴火により滅びてしまうのも運命だ。そのようなサイクルによって、この世界というのは成り立っているんだよ。そんな危険地帯に原発を建設してあるってのはあまり好ましくないことだよな。1% なら多分大丈夫だろ。このスーパーボルケーノの大噴火はまず起きないと思うぞ。この記事は大げさに恐怖を煽ってるだけに感じる。こういうことは推定で語っても意味がない。彗星や巨大隕石ならミサイルで破壊するとかで対処できそうだけど、
地震や火山の大噴火ってのは、そのような対処ができないのが怖いよね。高度なテクノロジーを持った文明基盤ってのは、危険地帯に誕生するようにでもなってるのかね。その昔ポンペイという高度な文明を持った都市があったけど、そこも火山の噴火で滅びてしまった。そして、現在もアメリカのシリコンバレーや日本のように高度なテクノロジーを持った地域は、大地震や火山噴火のリスクを抱えているという。もし日本が全滅してしまったら、パナソニック、ソニー、ニンテンドー、セガ、日立、日産、全部消えてしまうってことになる。かなり衝撃的なタイトルだが、これは日本にだけ言えることではないのだが、どうしてここまで取り上げられるのか。まあ、100% 大丈夫なんてことは、科学的にも言えるわけないので、対岸の火事と中国も言えないのではなかろうか。とにかく、自然災害というのは、常に備えが大事なので、お隣の国からの忠告として受け止めたいものだ。